西口清水公園清水公園駅は、千葉県野田市清水公園東1丁目にある、東武鉄道野田線の駅である。駅番号は TD15。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線を有する地上駅。2007年3月12日から供用を開始した現行の駅舎は、東西連絡地下道と同一レベルにあり、ホーム及び東口。西口地上部をそれぞれ連絡するエレベーターも設置されている。トイレは多目的トイレを併設した男女別の水洗式で地下改札内コンコースに設置されている。旧駅舎だった頃は地上に改札内外の双方から入れる構造の汲み取り式トイレが設置され、改札内は男女別、改札外は男女共用であったが、地下駅舎建設工事に際し撤去された。旧駅舎は清水公園の玄関口として、出入り口に神社のようなひさしのついた車寄せがあった。清水公園は日本桜名所100選に選定されており、桜の開花シーズンには当駅での乗降客が増えることから、臨時出発窓口も2窓設置されていた。2023年度の完成を目指して工事が進行している清水公園。第5間の連続立体交差化工事に合わせて2014年度に当駅の下りホームの改修工事が実施された。2007年3月9日までは当駅柏間の区間列車が設定されていた。2015年5月23日までは現在と同様に1番線を上り列車、2番線を下り列車が使用していた。また2007年3月9日まで3番線は始発、終着列車用だったが、翌日のダイヤ改正より使用停止となった。2015年5月24日から2021年3月27日までは、1番線が使用停止、2番線を上り列車、3番線を下り列車が使用していた。2019年度の1日平均乗降人員は5031人である。2006年度に七光台駅を下回ってからは、野田線の各駅で乗降人員が最も少ない駅となっている。しかし、近年は周辺の宅地開発のため毎年増加傾向にあり、2012年度に4000人、2017年度には5000人を上回った。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。駅東側には国道16号、西側には千葉県道17号欠場野田線が走る。千葉県立清水高等学校清水公園旧下野池、住宅野田市文化センター1992年より、駅東側で住宅地の開発が行われており、2006年9月の完治処分により、清水公園東1丁目及び2丁目となった。この地区では、東武鉄道が2014年から、ソライエ清水公園アーバンパークタウンという名称で大規模な宅地開発を行っている。西口、東口に野田市コミュニティバス、豆バスが発着する。ありがとうございます。